次の工程としてはですね、まあ塗装です。これもすごく大事なことになると思うんですけども、今回はですね、まあ、そういったことでこちらもバイク王のちょっと塗装の、まあとある塗装工場っていうんですかね、ここ塗装工場ですね、ちょっとお邪魔させてもらってます。そしてこちらが今までコツコツとカスタムしてまいりました川崎 Z900RS でございますけども、なんとなくねこうあらわになってきましたね、なんとなく全貌が。さあここにカウルがくっついてこの塗装で、まあいわゆるもう外観は完成って感じになりますよね。なんでまあ塗装だから多分一番大切なところになってくると思います。バイク王の細川さんでいいですかね、はい、よろしくお願いします。細川さんよろしくお願いいたします。ウルノタカシです。よろしくお願いします。ごめんね声あるからちょいちょい、すいません、ドジのたけしだ。さあということで、いつもここでじゃああれですか、バイクの塗装とか。そうですね。ああしてるわけだ、すごい。でもいろんなこれねタンクもあるし、ほぼあのバイクの塗装ってのはここでできちゃうもんですか。そうですね、板金から塗装まで全部できます。へえ、うん、そうなんだ。お、出ました、イメージ通りです、これよ細川くん。これ細川くんやってくれたんですか。はい。いやもうまさしくこれです。あの僕あのウルトラマン時代からもそうなんですけど、やっぱりこう自分のイメージカラーが赤っていうのがありまして、まあ、周知の時もそうだったんですけど、なんとなくこう、まあ、今回これもねバイクも赤ですからぴったりなんですよ。今日靴も赤ですわ、これね、すごいよね。でこれがいわゆるテールカールですよね、はい、全体的にこういう感じにしたいんですけど、はい、今日はその工程も僕も参加させてもらって、はい、手伝わせてもらってできるということで、はいろいろと教えていただきたいんですけど、はい、いいですかね。大丈夫です、よろしくお願いします。じゃあちょっと早速取り掛かっていきましょうか。はい、はい、どうしましょう。5ミリのテープで縁をマスキングしてもらいたいんです。はい、こっちみたいに多分縁を合わせて。ははははははは、はなるほど。これや、例えば工程的にはテープ貼ってからどうするんですか。テープを貼って、うん、でもう縁とか全部塞いじゃって、はい、であと塗装に入る感じですね。へえ、これ白くなってる部分をまず切り取るんですよ。赤色入りづらいんで、うん、黒だと赤が映えないんですよ。あ、なんで、なるほど、白を塗っちゃって赤を、これも塗ってあるのか、はい、なるほどね。あー、これちょっとずれたか。そうっすねこんなこと喋ってるからね、これなかなか難しいね。多分ね、映像が伝わりにくいと思うけど、ここちょっと曲線になっちゃった、これほら、うん、これやり直し、やり直しですね。うわこれはちょっと B 型にはなかなかきついものがあるよ。どう？さっきよりはまだダメか。いやこれでも自分のバイクだからね。それ言ってもらった方がいいよ、それ本当に。え、白のラインって目立つんで。そうね、ここでガタガタしちゃうと仕上がりで。いやー細かい作業だけど自分のバイクだもんね。あ、全然ダメか。下から見たらこの辺白見えてるし、ちょっとうねうねしちゃってるね。マジかー、ダメ。あ、自分もやり始めた時、うん、マスキング丸一日かけてやってましたね。あ、そんなに。だからなかなか簡単にできるもんじゃないんだね。これがでも一番大変な工程かもしれないですね。どう？結構うまくいってると思うんだけど。付箋の方がうまいかもしれないですね。本当？ひねくれてるからね、性格が。結構うまくできたと思うんだけど。きりっすね。ねえ。どう？いけそう？はい。うん。決まりましたね。決まりましたね。オッケー。
ってことはこれ剥がさなきゃいけないってことか。よっしゃ、埋まったかな。そうですね、大丈夫ですね。埋まったよ。マスキングでこんだけ時間かかるんだから。本当に知らないからね今日。結構ここ触っちゃったんで油嫌うんで、弾いちゃうんで、脱脂しなきゃいけない。いや細かい作業だわ。もう B 型の僕絶対無理。さあこれで一応マスキング完成です。ここからいよいよここから塗りの作業に入っていくので、だよーブースの中に移動します。あ、こっち？そうですね。